オレクサンダー・ウシク、The Undisputed Heavyweight Champion of the World すすす。すごい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 すぎるいや、まさか、あんなね、あの、うおーの対戦ビューリーが見れるなんて <laughs> 思わなかった。ダウン取ったのもすごいよね。すごい,ですよい。勝てるかどうかっていうところだったから、うん。倒した。倒してない、倒れてないね。倒れてないけどでもダウン取った。うん。まあ。うん すごいしか言えないです。あとかっこいい,いかっこよすぎる。本当にすごいですねうん。やっぱりその冷たいロシア人の、ロシア人じゃないけど分かるその、そこら辺の冷たい国の強さっていうか。冷たい人の,その表情とか、そのキャラっていうとおかしいんですけど、うん、キャラっていうとなんか、演出してるっていう感じになるんだけど、キャラじゃない、なんか本当に心が。 冷たいいってうかそういうボクサーとかそういう格闘家じゃハビーブとかウーシックロマチェンコもそこに入るしそうですねビーブルビーボルはちょっと違うかもでもベルビーとか分かるはい表情っていうか感情がないっていうあれがんかねガネ堀口選手もそんな感じですよね堀口はロボットああなるほどねでもまあまあまあそういう感じでも でもちょっと違うね。はいはい、な何なんだろうなんか冷たいところで育ったからそういう風になるのか分かんないけど、はい、でも絶対なんかある。でも確かにウッシック選手のなんか目からなんか冷たい視線がビームっていうかうん、おーってなんか。うん 凍りついちゃうっていう。なんか、そういう怖さがあるっていう。そう、うん、なんか、まあ、感情的にならないっていう。そういう目つきをしてて、俺、結構、それに憧れてるんですよ。うん、でも、まさに。フューリーの逆ですよねすよ。フューリーは熱いファイターだってジプシーだから。 戦い方もなんかうーってなんか挑発したりもう熱いじゃんカットされたらうわーってやる感じそうそうめっちゃ笑っててウセックはカットされても何も出さないっていうかあ<ー>でもポーカーフェースもうまいよ、うん、試合でも何回か聞かされたから顔に一切出さないしいやすごい,すごい戦い方も変わんないからうん、うん、もうまさにねロボット っていうとあれなんですけど冷たいロボットかっこいいじゃなくてインタビューとか見るとあと彼の入場もかっこよかったしうもいあや最近のボクシングやばくないですか盛り上がってるよあの。超ドラマ Thank you to Saudi Arabia The rich princes and the kings よくツイッターでまあ英語で出るんですけど His excellency って陛下 陛下にですそれがないとフューリー vs ウセックも実現してないしビーボとベルビエフも中止されたんだけどやるしあとは次はカネロ vs クロフォードをやりたいってで井上 vs ガーボンタもリオ選手が OK したらここでやりましょうっていうことを言ってるんで実現するとしたらそこになるでしょうですよね。それくらいのお金だと 誰とでも戦うでしょう。そうですね。<laughs> まあ、あの、今日の動画では、タイソンフューリー vs オレクサンドル・ウッセクの感想について話したいと思います。えー、ファミリータイムようこそ。Welcome to family time, シンです。ナオ人です。えー、一応兄弟ですね。一応そうですね。最近、はい、なんか2人で出かけると、似てるねって結構言われますね。 深井目が似てるっていうれますね目が似…あとはその喋り方、イントネーションっていうか喋るテンポかな深あそれもまあ似てるところはありますねなるほどうん。でも意外とびっくりするじゃなくてなんか兄弟だけど仲いいっていう深井仲いいっていうかなんか二人で飲飲みに行ってる時もあるからそこだと思う深井そこでみんなえええなんか… そうなんだってびっくりするのが俺が「うんうん、えそんなおかしい」って <laughs> うちらにとっては普通のことだもんね飲みに行ったり兄弟で、うん、まう、あ、だで飲みに行くのもなんかそんな不思議なのか不思議っていうか珍しいことなんですねってなんか僕最近気づきました、うん、か確かに周りを考えると兄弟で飲みに行ったり遊びに行ったりするのはなかなかないねうん 確かにそう考えてみると、そこでなんか七人兄弟でみんな仲いいって言うと、う <laughs> えってなるじゃん。確かにさでもあ,あ、みんな仲いいのが一組だけなんかいいってプチャプチってなるところはあるかもしれない。まあまあぶつかるねところもあり、あの兄弟はいますけど、ねうん、でも全体的に見ればね、みんなまだまあ、まあ、つながってるという。まあ平和っていう、うん、平和ですよね。そう。うん だからまあ似てるんだねっていう感じです。うんうん、どうですか似てますかね。あいやコメントで教えてください。まあ喋り方は似てるっていうコメントでも来てるから。おー まあ、<noise> 声が似てるって発音だよね、うん、なんか画面を切れば誰がどう話してるか誰が話してるか分かんないってあ<ー> <laughs> 一人が一人に喋ってるっていうように聞こえるちょっとサイコパス的なチャンネルになっちゃうねもし画面消えたらでも家族あこの話長くなるんですよ家族でやっぱりなんか喋り方とか声とかやっぱり似てるところあるよね全体的にそうですよ今考えてるその那須、うん、川ファミリーもやっぱり みんな会長さんと那須川会長と那須川天心龍神やっぱりみんな同じだねすよ。喋り方が同じっていうか似てる似てる多分みんなやっぱり親を真似するんじゃないあそれはあると思うだってうちの息子も完全に真似してるもんでしょ僕と嫁のだから似てるっていうか真似してるうん のが正しいかもしれない。で、うん、言いながら、そうですね、あのー、タイシンフュリー vs オレクサンダル・ウーセック。ウーセックが、ね、2対1の判定で勝ちました。おぉ。おーですね。<ー>うん、なんか、X で見たんですよ、ガーボンタがなんか、あのー、1ラウンド勝ったからといって、試合を勝ったわけじゃねえからっていう感じのことを言って。1>, 1ラウンド勝ったからってどういうことウーセックが1ラウンドすごいななんかダウンしたじゃないですか。ああ。それだから、試合全部勝ったことに。 なるんだっていう反対がおかしかったっていうこと多分フィーリーが勝ったって,って多分多くの方は逆にフィーリーがね一人のジャッジで勝ったっていうところおかしいと思ってるうんうんうんという印象を俺は受けたんですけどんうん、うん、僕的にはフェアだと思ったはい、はい、ただウセがダウン取らなかったらこれはドローになったっていうことですあそうか、うん、そういうことです、ね、115対11、はい、1 1 3一人のジャッジウセ百、はい、114対113ウセだからうん、うん、ダウン取,取らなかったら113対 ななのかな、うん、でもそこはドローになってたっていうことです、うん、そう、うん、であとはワン,ワンジャッジが114113フィーリーだからはいそう面白いことにこの試合前いろんなボクサーたち予想してたんだけどドローっていうのが多かったの、うん、そうなんですねへえで、ま、もちろんこの再戦をまたしたいっていうこともあったし、はい、まあどっちが勝ってもおかしくないっていうのも あって2人ともめっちゃ強いからなんか譲らないっていうのを多くの方は予想してたからじゃあまあドローになってもおかしくないってたくさんの人言ってたんですよ。その決定的な差はお互いになんかできないのかなっていう感じですよね。でもオッズでは若干フィューリーが有利っていうところだったね、うんうん、だから一応ウーセクアンダードッグだったんだけど、まあ、僕も最初はフィューリーが勝つと思ってた。そのはい、はい やっぱりその試合映像を見るとやっぱりジャブが長いし出し方もなんかパンパンパンって出すじゃん。で,でかいし、でかい長いジャブをよく使うでやっぱりそのアッパーがめっちゃうまいの右アッパー、はい、小さい相手に対してこう合わせるのあと右ボディーも、うん、あの全然デレック・チュリオスは だったかなフィーリーの前線あガールの前その試合でもめっちゃ当ててたからこれ絶対ウセックに当てると思ったそこで実際当ててましたもんねねだっだこれちょっとウセック困らせると思ってあとそのサイズ差もあったじゃんだからウセックが入るとまあもうぶッて掴んでそこで終わらせてブレイクしてまたジャブジャブ入ってくるとこにアッパーやると思ってたですよでもまあやってたんですけどまあ試合終わってから言うと なんかどうしようもないんですけどなんか作戦ミスだと俺思ったフィーリー。あー下がりながらボクシングやってたじゃん。はい、もっと前に出て潰せばよかったっ。じゃあ、ポンそのままその、うん、前に出ながら長いパンチを出して入ってきたらもうブってでやると思ってたの。はいうん、だってジョシュアも結局もっとせきより大きかったじゃん。はいえー、でも 作戦ミスでボクシングやったの,<ー>そのフィジカルさの,その利点を持ってるからそれを使えばいいって僕はも思っててそのキャッシ戦に関して、はい、でみんなもそう言ってたからだからフューリーはその、ね、同じミスをしなくて<ー>もっと戦いをウーセクに持っていくと予想してたの。でもボクシングやっ <laughs> やってたじゃん、はい、最初は、はい、で中盤からもっと自分から前に出て行ったうん、うん、そこでやっぱりそのアッパーを聞かせたじゃん、はい、最初からそれやると思ってたんだけどなるほどなんでそうあのー、最初はなんかボックスこのめっちゃうまいボクサーとボクシングをやったのかまだよく分かんないんだけどまあでも日和もボクシングうまいじゃないですか、まあ、で、ね、なんか変に突っ込んでなんかもらうせく早いしなんかもらっちゃうと まあなんか危なないのかなって思ったで,あでも大きいやつはやっぱり前に出るべきだよ。ああそのサイズ差を利用してプレスを利用してそう戦うと思ってたし、うんはい、だって女子はもうそのミスをやってるからボクサーとボクシングするよりも。 まあでもボ,スボクシングでも勝てると思ってたんだろうね長くやってそうなのだからそういうところで前はウスあのフィューリーが勝つと思ってたんだけどで,でもその計量後前日いろんなインタビューとか見てやっぱりなんかウーセックの方が勝たないといけないっていうようなことを言ってたっていうかあ<ー>フィューリーはなんかまあもちろん勝ち,勝ちたいしなんか。 ね、4つのベルトもかかってるから100%この試合に向けてトレーニングしたと思うんだけどなんかインタビュー聞いてあまあ勝ち負けはあれなんですけどなんか次の日どうせ月曜日俺家族に戻って犬を散歩に出してあ<ー>あだこうだ、まあ、人生はその後続くっていうことを言ってて。うーウーセックはもう 絶対勝たないといけないっていうような感じの気持ちっていうと悪いんですけどフィューリーも気持ち見せてダウン取られてまたねその後戻ってきてポイント取ったかもしれないわかんないフィューリーが気持ちが弱かったとは言ってないんだけどウーセクの方がやっぱりもっと勝たないといけない勝たないと死ぬっていう感じでこのリングに上がったっていう印象を俺は受けた、はい、だからその経量を見てそのインタビューとか振り返ってあ、まあ、ウーセクなんじゃないかなって。 ちょっっと変わったね<ー>そこは、ね、微妙な差なんだけど2人とも勝ちたいし、はい、強いチャンピオンだし、はい、もうレジェンドと言ってもおかしくない、はい、でもやっぱりそうだ、ね、長くやってるからフューリがクリチコを倒した時まあ多分今のウセクっていう感じの、ね、そういう気持ちで挑んだっていうことでしょう。 <Yeah. S 2> い<や>と思ったでも戦いで見られたと思うよだってウーセークも聞かされたよボディも上もはいでもそこでひ一歩も引かなかったじゃん前に出ないと俺は負けるって知っててうん、うん、前に出るっていうかもうどんどんそのプレスかけていかないと入んないと負けるって知ってたと思うよだってフィューリーが前に出た時ウーセーク押されてたからはいはいはいそう だからもらってもすぐに自分の戦いをしてたしいや顔にも見せなかったけどでも聞かされてたよ上も下もそれは聞くしあんなでかいやつからバーンってパンチをもらうとその差はちょっと見られたと僕は思うこの試合でうん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 いようん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  ちょっと意識さ1ラウンドから当ててたから早いし手数も多いしか一発当てたらそこで終わらないしすごいですよねうんタフですしそういやまあもうすごいいい試合やったいい試合やられても期待してた僕は結構これはもうヘビー級の最高試合だって海外の X ではそういうふうに語られていますねまあいい試合だったね うんうん、なんかこういう展開もいろいろあってあ<ー>フィーリーが勝ってるだってフィーリーが先に聞かせたでしょそのアッパーそ,うそのアッパーの当て方もうまかったしね。 なんかアッパーをしてそのアッパーをフェイントしてオーバーに行ったりなんか、うん、やっぱりそういう戦い方してた方が良かった最初から、うん、自分から前に出てジャブを出してジャブを出して、うん、ジャブを出すとウ薄はそれを超えないといけないじゃん、うん、ジャブ、うんうん、を見せてそれを超えようとしたところにアッパーとかなるほどそれで結局聞かせたしいやあの、まあ、再戦するとそういうふうに戦うと思うよそうですね、うん、そのフィーリー VS ディオンテイの再戦とかも見ると。 二戦目全然違う戦い方ができそういう感じで出ると思ってた深井、うん、も,もうねでかいからはいそう そうういまあまあまあ再戦をやると10月かなにやると思うんだけど再戦条件が組まれていたんですよねあのフィューリーもやりたいって言ってるからまあ普段な1回戦を勝った方も2回戦勝つって俺は言ってるんだけどああでもどうなんだろうねこれウセクもジョシュアと2回やって2回とも勝ってるっですか ことも見せてるうんうんうんしフューリーもそれこそ再戦に強いっていうのも見せてるし、うん、それもなんか面白い試合になるんじゃないですか、ね、そうだねでも面白いのはやっぱりフューリーはもっとオプションがあるの結局戦い方を調節したり<ー>ウーセックはこれをまたやんないといけないっていうか、はい、これがこの道しかないこれ道しかないと俺は、うん、もうそうじゃんうんだからフューリーがなんかまあ負けたし、まあ、フューリーがなんか調節しないといけない,っていうことなんだけど、はいはい、でもその調節する まあ、戦い方を変えるうん、うん、作戦を変える道具は持ってるから、うんまあ、全然違う展開も見られるただやっぱりフューリーは<え>ウセックはまだあの若いんじゃないんだけどフューリーやっぱりダメージ重なってるから、まあ、ディオンテイ・ワイルダの3回も試合してそうです、ね、あとフランシス・ガーヌーからもダウンされてるし、はい、昔のフューリーとちょっと違うと思います、うん、ウセックにも、ね、聞かされたから。前世紀を過ぎた って言ってもおかしくない。ダメージ重なってるよ。結構キャリア長いから。でもそれ面白いですね。フィジカルの全盛期もまあ多分過ぎてるっていうまあ、ダメージの色々のあれの影響もあると思いますけど、でもその前言ってたその気持ちの全盛期もあるんですよね。まあみんなシューリーがあのクリシコと戦った時の。 それが気持ちのっ若い若いから、うん、若い人ってそう勢いっていうか、はい、まあ今の世代の子は分かんないけど <laughs> なんか頑張れるっていうとあれもおかしいんだけど、うん、いや、うん、もっとなんか、まあ、どうやって説明すればいいんだろうでも分かりますでも気持ちのピークもあるん じゃないかなーって今ちょっとっまあどんな例えばどんな仕事もそうだと思うけど最初やるとなんか面白いし楽しいしうん、うん、成長も早いからおもし何か頑張れられる頑張頑張れられる頑張れられる頑張ることができる頑張ることができる、うん、いやでもどんどんやっていくとまあそんな急いでも、まあ、目的にたどり着くっていうわけでもないのを理解してくるじゃん<ー>長期的にやんないといけないっていうので、はいはい、そうであとまあ経験も重ねるからうんうんうん。うん でもわかんないでフィューリーはもう十分やったし、うんうん、でフィューリーがなんかやりきなかったっていうことを言ってないからあでもやっぱりぶつかり合わないとウーシックの方が,方がっていうことがそう,う,そ,うでそういうとこが勝敗 に関係したんじゃなないいかってう僕は関係したと思う。ウセックはやっぱり国のために戦ってるっていうあれもあったし、フィリーは何っていう。わかる十分稼いだし、この試合でも勝ち負け関係なく稼いだ。何 ?10 万、10ミリオン ?10 ミリオンだから1000万ドルを2人で分けるファイトマリーだけでしょ。で、82で終わるっていうこと言われてるから、フィリーが800万ドル、8が2かそれ万ドル。 すごいです、ねで。フィューリーが人を引いてるから、ウセクじゃなくて。<laughs> あま,まあ、まあ、そうですよね。フィューリーもベルトを持ってたし、はいはい、はいそう。A サイドがフィューリーだったから、そういうことです。800万ドルはえぐい量のお金だよ。いや、そう。あれはすごいよ。そうそうそう再生すると多分もっと入るし、そうですよね。でもウセクの方がもっとまあ、まあ、6、4ぐらいになるんじゃない今回、ベルトチャンピオンでし全部持ってるから。はいはい そういういいこととになると思います、うん、あとそのダウンがやっぱり何て言いしょうあのダウンじゃなくても試合止めるべきだったっていう意見も日本では分かんないけど海外では結構流れてるんだけど、うん、そ,れそれ見ましたなんか、うん、ここでレフリーがダウンってしなければそのままウイスキーがバンバンンってやったら KO になってたんじゃないかなって逆にダウンがすダウンって呼んだことがスタ,スタンディングダウンだったっていう、うん、スタンディングダウンはないはずっていうことだった。 だと思うんだけど、でも、うん、ちょボクシングのルールではロープがボクサーを支えるとそれはダウンになるっていうことでしょ。まあ、ロープがなければ倒れてたっていう状況だとそれをダウンって言ってもいい,い。それがタイソン・うん、フューリーのあれ状態だったから、まあまね、ロープがなかったら倒れてたからそれはダウンでしょ。うん なるほど確かにそうですねそうですねだからこれもその覚えてる天心のボクシング2覚えてるあれもストップじゃないあれダウンでしょって俺まだ思ってるだってロープがなかったら倒れてたからそれで試合止めるんじゃなくてそこダウンと認めるじゃんレフリーで一回見てもしダメだったら止めていいけどすぐ止めたもんね聞かされてロープバンって寄りかかったらそれはストップじゃなくてダウンでレフリーはなんか 行動するべきだと俺は思う。はいはい、だってルールがそうじゃん。<laughs> はいはい、そうだからこれもそうそういう感じで、うん、それはダウンです、うんうん。あと普通に対戦フィリールドその後ね、まあちょっとリカバリーして、はい、多分一ラウンドぐらいは絶対取ったと俺は覚えてるから、うんうん、まあめ、ね、いいい決断だったんじゃないですか。確かに確かにそうですね。うん あと知ってるドレイクってみんな知ってるドレイクみんな知ってるよ、ドレイク。ドレイク,イドレイクがその選手にベットするんですよ。そうなのビッグファイトの前で、ベットしてる方には、<laughs> ベットしてる方が絶対負けるのが。 面白い<ド>今回もフューリーにベットして<う>これ俺フューリーあ負けるなってそのすぐ思ったこれ海外でちょっとバズってるんですけど、うん、ドレークの呪いって言われてるんですよねやばいよなんか<う>細川バレンタインの予想っていう感じとだもっと強いと思う,うもっと強いかも <laughs> なんかあるよねドレークが,たがもうすえぐいんですよそのベットしたお金今回は何な だったっけいや、<Yeah. S 1> そそののかもうクレイジーなコーナーとハビームの時もコーナーにバンって2 million ドル入れて200万ドル入れてバカ。でコーナー負けるじゃんっていうそういう<カ> UFC でよくありますねうんカマル・ウスマンにもあ,<ー>あのヘッドキックで披露された時にもドレイクがポーー入れたりやばいね結構ドレイクがベットすると ツイッターのみんながおおおお,おってなるの <laughs> 今回はどうなるんだろう,ってう毎回逆にベットすればいいっていうことになるじゃん、うん、になるなるよね <laughs> <laughs> そうなんですよだからまあ再選はドレイクど,どっちベットするんだろうねこれ分かんないもうまあいや誰かバレンタインの予測の逆を毎回ベットして それで儲かボロ儲うけしたらバレ <laughs> ナイさんは結構外すもんねなんか目立つ時に外すんですよなんかちっちゃい試合を当ててるって言ってたと思うんですけども、それ信じないーー多分5050 50ぐらいわかんない実際わかんないけど当たり前は当てるじゃんでも大きな試合は外してるのは確かこういうこういう試合フィーリー関係は外してますね で、ガネの時も、なんか、まあ、外してないけど、ね。外してないよ、勝った、勝ったからフューリー。確か,確かに。確かに。まあ、あのー、ということで、再戦は、決まると思うんですけれども。僕は、何とも言えない、どっちが勝つか、まだ何とも言えないけど。そうですね。まあ、でも、有利なのは、ウーセク、間違いなく、それは言える。だっウーセクも、フューリーを、に当てれば、倒せるっていう自信、はある、と思いますね。今だと。 まあこれからフィオリーがもっと強くなるっていうのはあまり想像できないけど、うん、ウセックはなんとなく、うん、まあ、まあ、ウセックも決して若いボクサーではないしうん、うん、アマチュアキャリアも長かったから、うん、オリンピック金メダリストでしょ、うん、すごいよオリンピック金メダリストクルーザー級アンディスピュードチャンピオンとヘビー級アンディスピュードチャンピオンだから最も偉大なヘビー級ボクサーなのかっていう話題もありますけど<ー><ー>でも 偉大をどうやって決めるんだろうっていうことになりますね。偉大ね。アビー,ーいるし、<大>タイソンもいるし。はいはい。まあホリフィールドもクルーザー級チャンピオンとヘビー級チャンピオンだったよね。ああ<ー>、ン確かに確かに。はいはい。うん。えどうですか偉大の定義。偉大？どど,どこで決める。まあ偉大はやっぱり何を成し遂げたっていうことでしょ。そのなんていうんでしょうボクシング界の中でっていうこと？うん。 それとも何を果たした世間とかえどういうことだってタイソンとかアリーっていうとボクシング界だけじゃないじゃんもうんか世界を巻き込んだだから何を成し遂げたかっていうことシンプルにシンプルにまあボクシング界関係なくもう世の中ボクシング界も世界だからはいだから全てあすべてべてってなるじゃんそういうことですよねそういいやそうそれが偉大なんじゃないううんん 最強は違う話だけど確かにそうそれが僕の偉大と最強のあれいやタイソンは最強っていないじゃんだって負けてるしアリーも負けてるしでもウセクは無敗で2回 Q&SB チャンピオンになってまあ最強ですよねまあね最強 ABQ チャンピオンと思われていたフィーリーを倒したからあとジョシュアも倒してるからね2回うんうんいや オリンピック金メダリストだし最強って呼べると思うけど、はい、最も偉大はやっぱりアーリーかタイソンとかになるんじゃないそうですよねまあ、うん、アーリーかなやっぱりヘビー級だとアーリーになりますよねうん、うん、僕はそう思うただパ,フォパンフールパンドナンバーワンになるとやっぱりこれでもううせきか井上のナンバーワンを奪ってしまうと俺は思うんですまあ誰も文句言えないですよねそうなったとしても。 やっぱりヘビキは特別だよしかもあの身長差でやったもんだからヘビキは特別っていうことフィューリーがウーシーが倒してもそれはなかったからフィューリーがナンバーワンとは絶対言われてないからそうですよねその差でその体重差と身長差と体格差で小さい方が勝ったからもう、まあ、それはね、うん もうパンまさにパウン・フロ・パウンじゃんって言える <laughs> うん、うん、だからそこがヘビ級の面白いところなんですよ軽量あそ,のそう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 ヘビ級以外だったら全員のボクサーはリミット ヘビキューは何キロで入ってくるんだろうっていうそういう見どころもあるのなるほどこの人は前回より10パウンドオーバーだ10パウンドとかそういうヘビキューは自由があるからじゃあこういうふうに戦うんだろうってそれヘビキューしかないからそれはんか面白いですよね何キロでくるんだろうとか体重は多くてくる確かに今回もは めっちゃ軽く入ってきてうせっか重く入ってきた逆にそうですよねそういうのもヘビー級の面白さなんですけどでもやっぱり階級の王様だからヘビー級誰が何を言ってもそうですよねヘビー級は階級の王様まあまあそれは間違いないですだからそういうところでクルーザー級あごめんなさいクルーザー級じゃなくてうせっかパンファナンバーワン奪い取ると思う井上尚弥が2位クロフォトが3位になると僕は考えてるんですけどまだ分かんないよでも結構 あのー、確信してそうなると思う、うん、でももしクロフォードがカネロを倒すことにラウ <laughs>、ね、になったらねまたそこでまた変わりますよね絶対変わるで井上尚エがまあ例えばブランデン・フィグュを2ラウンドで KO したらまたそれで変わるよねクロフォードがカネロに勝ったらそれを超えるのはちょっとむずいむずいああそれはちょっと誰も超えないかもいやそれはすごいですね確かにカネロを倒す、ね、カネロだよ ロカネロもパンゴルパンランキングの上位に入ってないのがおかしい確かに、うん、まあ戦ってる相手があれだからっていう感じそういうことなんですよねうんそうかもしれないねでも強いボクサーたくさん倒してきてるようん、うん、カネロは階級も上げて,て今もう王様だから選ぶ権利を持ってるだけあ<ー>まあ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 そういうことですそうだね多分 入れ替えはその3人かウセククロフォード井上がパンフルパン1位をどんどん競い合うっていう。 三人とも無敗ですし二階級アンディスピードチャンピオンになってるしそのドラマもありますねすごいボクシング界面白いですねそうですねそうだねうせっかやっぱりすごいよすごすぎるせっかやっぱりすごい本当にすごすぎるよく勝てたってまだ思ってるうまいよね本当に何かヘビ級のロマチェンコっていう感じでそうですね ヘビー級であんまりないその鋭い鋭さがあるっていうかキレっていうかまあ小さいから、うん、フューリーを利かせたあのカウンターもドドンってなんかうん、うん、ワオって感じだもん、えー、ピンポイントアゴに当てるし、うん、それを3回ぐらいやったんでしょすごいよイエー まあ、ということで、皆さんは、タイセンフューリー vs オレ n サン r u ウセクの試合を見てどう感じましたかコメントで教えてください。はい、よろしくお願いします。あと、今週もう一つ、まあ、試合と呼べるかどうかは分かんないんですけれども、マイク・タイセン vs ジェイク・ポールが行われます。まあ、エクシビションからプロの試合になる。 ことになりましたねそう一応プロの試合がまあ、はい、多分盛り上がんないからプロの試合にしようってなったと思うんだけどまあ,あ一つ確実にやるのは記者会見は盛り上がってるタイソン <laughs> タイソン結構トラストークまでいかないんですけど結構面白くしてますよマイク・タイソンは本当にプロフェッショナルだなって思いました、うん、記者会見のプロって感じ、うん、まだ怖いよね、うん 記者がなんか失礼なこと言うとお前何言ってるんだってお前何言ってんだよマジでふざけんなよって感じでみんなおおおってなるよおなるよジェイク・ポーもビビってるよいやそれは怖い怖いでしょおもしろいよでもちゃんと盛り上げてるよマイク・タイセンジェイク・ポーお前ここまでお前を育てたんだけどここで終わらせるよんうん でも残念ながらマイク・タイソンまあジェイク・フォーがガチでなんか倒しに行ったらマイク・タイソン、敬を負けする絶対敬を負けすると思ってるありえないもんだってもう60になるんだよいくらマイク・タイソンだってしてもその人間はなんか人間には限界あります限界っていうかそう現実的なね考え方も持たないといけないからそうですよねあとなんかマイク・タイソンもなんか半分遊びでやってるでしょ そうですねぼ、僕のクレイジーな素人予想は、マイク・タイソンはフォーマンみたいなようなことをしようとすると思う。んなんかただ、ボン全部受けて、受けて、受けて、ジェイク・ポーンに出し切らさせて、8ラウンドしかないよ、でも。うん、で、最後のラウンドを、ボンって倒すってうん、うんあ。面白いね確かにっていうやり方をしようとするんじゃないかなって。 だかからなんか、うん、あ俺はもう,あもう筋肉痛だしもう,もうこれ遊びだよって言って「おおやられてるやられてる」やられてるってやってジェイク・ポーが「うわー」って言ってそこを狙うんじゃないかなってああそれは面白いね<ー>全然ありえそうタイゾンも賢いですもん、うん、あ確かに。うん、で若いそのライオン的な 勢のがっっててるる人たちの考え方全部わかってるから体がそうなんか動けるのか体ができるかどうかっていうとこですよねジェイク・ポーンもバカにされるけどパンチはあるからねあるんですよね <laughs> あ,るのあるんですよでボクシングも下手じゃないからってアンデルソシルバーとかニク・ティアスにも勝ってるからいや本当に彼が YouTuber っていうその 名前がなければこの人面白いことやってるねって、うん、でみんな言うと思うんですよね。ただ生意気なディズニーの YouTuber のジェイク・ポールだから。 なな疑いたくなりまますよね。あ僕も好きではないから、うん、ジェイク・フォーみんなが嫌いから嫌みんなから嫌われてるからなんかちょっとちょっとなんかあ僕はジェイク・フォーサイドに寄りたいっていうところはあるんだけどあアンダートーク。アンダートークじゃないけどなんかなんだろうわか,かんないでもなんかちょっと反対 誰かと反対したいっていうところもあるかもしれない<ー>まあ誰が言ってるかによるけどそうでも残念ながらジェイク・パワーは勝つ多分そうですよね多分だって、うん、マイク・タイソン v s ロイ・ジョン・ジュニアあったじゃんあれ何ありました4年前5年前あれ以上、はい、タイソンは強くなってないから絶対にないですよねだからそのそれ以上強くなってまあ わかんないもしかしたら特別サプリをいっぱい取ってるかもしれない全部取ってほしい全部取ってほしいよねマイク・タイソン全部取ってほしい本当にマイク・タイソン取るかなどうなんだろうでもこれヘビー級でやるんですよねあそうそうそうだからジェイク・ポーはかなり増量してるっていうああそうだねマイク・タイソンも太ってるねって言ってたから太ってるねトレーニングいつ始めるのって挑発してて <laughs> タイソンのトラストーク僕、僕、やっぱり一番好きかもって思った、<laughs> 過,去過去のも見ると、いろいろなスタイルがありますけど、そコーナー・マクレガー・にニシチェオ・サネデン、まあ、UFC で色々、はいろいろみんな自分のスタイルを作ってるんですけれども、うん、いやタイソンのは面白い意外とスマートだから、<laughs> うんうん、意外とスマート。 こいつらなんで俺に勝てると思ってるのって <laughs> あんなボクシングテクニックでやってんみたいなプリミティブバックスキングスケー l ねえ面白い毎、うん、回さもやっぱり喋り方結構変わって最初二十歳の頃から、うん、本当に有名になった頃とか全然、うん、まあ変わってるからあれはなんかそれはナートが言ってるあれはトラしくって俺は思ってないし まあそうだねトラストークじゃないですね普通のトークですよねそうでもだんだんなんかエスカレートしてあいつの最後の送ってやるっていうところまで行ってそれはトラストークじゃないけどあのストーリー知ってるあれ知ってる知ってるレネックス・ルーイスのそのいろいろあれ記者に行ってるからああえ知らないのああそうだったねそうだったねでもその ああ、そうだった、それは違う話だった。社に言ってるやつもある。それもガチで怖い。ガチで怖い。タイソンとか熱い、熱いじゃん。そういうファイターも、コナマクレガも結構熱いタイプですね。熱いタイプ、熱いトラストークもするし。逆にそういう冷たいタイプってトラストークはしないですよね。ハビーブとか結構やるじゃん。まあ確かに。 まあ、トラッシュトークとは言えないね。確かに、まあ、トラッシュトークとは言えないけど。なんか一言、<laughs> ま言冷たい、いいい冷たい、そう <laughs> 一言冷たいものっていう感じだよね。冷たいバーサス熱いっていうぶつかり合いは面白いですね。面白い選手、まあ、本当に熱い人と本当に冷たい人、その差がないとあれなんですけど、うん、ほとんどみんな,なんか真ん中。

いやあジェイク・ポーが勝っちゃうんだろうなこれはジェイク・ポーが勝つね、うん、悲しいあまり興味ないけど試合が終わったら多分ファミリータイムで取り上げると思いますそうですね <Yes. S 2> まあかなりねアメリカではビッグビッグイベントになるのでうん、うん、そうだね、まあたうん、ちょっと楽しみしてるかもうん、うん、えっとそうです皆さんジェイク・ポー v s マイク・タイソンの試合に関してどう思いますかコメントで教えてくださいえー、っとあと私たち Line、えー、オープンチャットやってます、まあ。格闘技ファンが集まるグループで,、うん、でこの試合もね、ウーセクとフューリーの試合も盛り上がってたので、盛り上がってます、ね。Yes, 皆さん是非、ぜひ Line オープンチャット概要欄にリンク貼ってるのでジョインしてください。よろしくお願いします。あと、そのチャンネルの登録ボタンそれをスマッシュしてください。いいねボタン、出身の位置スマッシュしてください。We'll s またお会いしましょうバイバイ